アイラ・ガーシュウィンはアメリカの作詞家。本名イスラエル・ガーシャウィッツ。ロシア系ユダヤ人の移民の長男としてニューヨークに生まれる。弟のジョージ・ガーシュウィンと共にポピュラー音楽、クラシック音楽の両面で活躍、20世紀を代表する数多くの楽曲を残した。ニューヨーク市立大学シティカレッジ卒。子供の頃から読書家で、 文芸趣味があり、一方で、父親が買い与えたピアノには興味を示さなかったことから、このピアノは、弟、ジョージの音楽的才能を伸ばすことになった。学生時代には、学生新聞などで、執筆活動に取り組んだ。作詞家としては、下積みが長かったが、1921年、人気作曲家、ヴィンセント・ユーマンスと組んでシ、シ ツーリトルガールズ・イン・ブルーの音楽で演劇界入りした。その後、やはり作曲の際を認められつつあった弟ジョージとコンビを組むことになり、以後1937年のジョージの旧姓に至るまで兄弟のコンビで膨大な数のポピュラーソング、ミュージカル音楽を作詞した。その詩風はユーモアと基地に富んだ親しみやすい内容で、ジョージの作曲したメロディとよく調和し、 広範な人々から愛好された。ジョージの死後も他の作曲家と組んで1960年代まで創作活動を続けた。ジョージ以外の作曲家とのコンビによる曲としては、クルトバイルとの共作によるマイシップ、ジェローム・カーンとの共作によるロング・アゴ・アンド・ファーラウェイや、ハロルド・アーレンとの共作によるザ・マン・ザット・ガット・アウェイなどが代表作である。 1998年5月、1937年に死去した、ジョージの著作権の保護期間が終了し、パブリックドメインとなったが、その後の調査で337曲は、アイラとの共同著作物であることが判明し、サマータイムや、サムワントゥ・ウォッチ・オーバー・ミーなどは2053年まで保護期間が延長された。ありがとうございます。